はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエテーマオフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は釣り装備の紹介をやっていきます。今、釣りレベルはマックス、レベル35となってまして、すべての装備をゲットしてます。釣りなんですけども、序盤から中盤にかけてが、一番めんどくさい、難しい時期ですね。レベル5か6ぐらいまではポンポン上がると思うんですけども、そこからね、強い装備をゲットできる11、それぐらいまでがなかなか上がらない、そこで挫折する人も多いのではないでしょうか。でも後半にかけて本当にね、楽で楽しくなるので、挫折してもなんとか頑張ってみてください。やっぱり最初はね、これ丈夫な釣り竿を持ってるんだけども、釣れないのよこれでは、なかなかね。で、次ゲットできる綺麗な釣り竿、これを装備したとしても、星2がギリギリ釣れるぐらい、星2でもちょっと厳しいかなぐらいなんだけども、まあ次をゲットするといい感じになってきますね。レベル11でゲットできる炎の釣り竿、これを装備すると、だいぶね楽になるんですよ。特殊能力で炎の力で引く、これを使えるようになって、星3がギリギリ釣れるかなぐらいの感じですね。レベルが低いと引く力もそんなに強くないし、竿を緩める力、これもあんまり強くないので、最初のうちはねやっぱ難しいですよね。で、後々の方になるとそれが強くなって、まあ良くはなってくるんですけども、最初のうちは、注意が必要です。炎の釣り竿も、まあまあいいんだけども、本番は次からという感じですね。そしてレベル17になりますと、これ、氷の釣り竿をゲットすることができます。氷の釣り竿は氷の力で引く。これを覚えるんですよ。これがね、かなり使えて、引く力は炎の力で引くとそう変わりはないんですよね。でも、これで引くと魚が凍りつくんだよね。で、2ターン、もしくは3ターン、魚が動きません。なので、その間に、竿を緩めて回復をしたり、竿を引いて、もうちょっとこっちにね、引き寄せることもできます。ただ、引き寄せるときに、氷の重さであんまり引き寄せません。でも、確実にね、2回3回、敵を引くことができるので、この氷の釣り竿をゲットしてからが楽しいです。とにかく使えるようになりますので、このレベル17までは頑張ってみてください。そして次、レベルね、22だったかな、22か21でゲットできる闇の釣り竿、これ強いかなと思ったんですよ。でもね、実際ね、闇の釣り竿は俺は微妙だと思いました。氷の釣り竿の方がまだ使える感じですね。この闇の力で引く、これを使えるんだけども、これがちょっと癖物でね、敵は怯えるんですよ。怯えるの。でも、このね、怯えて動かなくなるのが、確率が 60% ぐらい。残りの 40% ぐらいは、今みたいに普通に動くんですよ。なので、ちょっと危険なんだよね。確かにこの怯えてる間、竿を引くと、まあ、氷の釣り竿みたいに、重さであんまり引けないっていうのはないんですよ。でも、やっぱりね、運が絡むんだよね。運が絡んで、2回ともね、今、行動したでしょ。氷の釣り竿の時は、絶対こう、行動しなくなるので、いいんだけども、このね、闇の力はね、難しいんだよな。これ、確実にね、敵がひるめばいいんだけども、確実じゃないっていうのが、やっぱりちょっと難しいところではないでしょうか。俺はね、闇の釣り竿をゲットしても、
使いませんでした。何回か使って、いやこれはいかんなと思って、もう氷の釣り竿でずっとやってましたね。そして釣り竿の最強装備がこれですね。奇跡の釣り竿です。奇跡の力で引くっていうのが使えます。これ敵はねひるんだりしないんですけども、食いつき度が回復します。さらにこの竿を緩める回数、これ3回なんだけども、この緩める回数も回復します。もう超回復をできる、釣り竿っていう感じですね。やっぱりね最終的にはこの奇跡の釣り竿が強いですね。間違いなくこれが、いろんなやつを釣り上げることができるので、これをおすすめします。やっぱね緩めるを回復できるっていうのがすごくいい。で、最後に入手できる刃のルアーっていうのがあるんだけども、それとの相性がすんごいいいのよね。よっしゃ、これどっちだ。あ、やっぱ逃げたか。難しいね。うん、でもまあどんどん緩めていっても回復できるので、全然ね、この長時間の戦いでもやっていけますね。引く当たりです。はい、まあ最終的には、サメ系をね釣っていくと思うんだけども、そのサメ系もこれだけ、緩めることができれば楽に釣ることができるので、うん、駆け引きがね楽になります。じゃあ終わり。そして次はルアーですね。ルアーなんだけども、最初に持ってる銀のルアー、これじゃなかなかいけませんね。でプラチナルアーになると食いつき度が若干増える。でさらにマデュライトになるとさらに増える。うん、ここぐらいまではちょっと厳しいんですけども、天使のルアー、これをゲットしてからが、世界が変わってきます。まあ、食いつき度は46でかなり高いですよね。で特殊能力の食いつき度が0になった時に一度だけ回復する、これがよろしいですね。うん、やっぱ最初のうちって自分の能力が結構低いんですよ。その時に、食いつき度が0になった時に復活する、この能力がすごく使います。これがあるとサメ系がね釣れやすくなるんですよね。やはり最初のうちは引く力が結構弱いので、このサメ系とかがね釣れた時に結構ね苦戦するんですよ。でもその時にこの天使のルアーがあれば食いつき度が0になっても元に戻るんですよ。まあ若干だけどね。でもその後に全力で引くとかをやればもう完璧です。まあ、今回は奇跡の力で言ったんだけどね、天使があるとサメ系が結構釣れやすくなるので、ここら辺から楽しくなります。そしてルアーで下から2番目のやつ、トゲトゲルアーっていうのがあるんですけども、それがね俺は一番最強だと思います。トゲトゲルアーは敵が、魚がねジタバタした時にそのジタバタをね無効化できるんですよ。ジタバタして、次ジタバタが来ます、これを無効化します。無効化するんですよ。でこれがまあ運が絡むんだよね。だいたい 60% ぐらいか 70% ぐらいかな、まあ、結構な確率で、テンションが減りません。うん、なので、まあ、大物なんかも釣りやすくなりますよね。俺はね、このトゲトゲルアーを一番最後まで使ってました。まあ、この次に、刃のルアーっていうのをゲットできるんですけども、俺はそれよりもこのトゲトゲの方が好きだったね。うん、やっぱり食いつき度がね減らないっていうのがすごく良かった。ものすごい使いやすかったね。はい、ゲット。そして
一番最後にゲットできる、刃のルアーですね。これはね、好き好きあると思うんだよね。回復機能とかは全くついてないんだけども、魚がジタバタした時に、ついでに引っ張るっていう能力なんだよね。引っ張ります。で、ジタバタ。まあまあ、食いつき度が減ったよね。そしたらば、ついでに、引っ張ってくれるっていう感じですね。まあそこまでいっぱいは引かないんだけども、まあ、ついでにやってくれるので、早く釣れるには早く釣れるようになります。うん、いやでもね、俺はこれね、安全性に欠けると思うので、刃のルアーの方が好きなんですよね。うん、まあ、確かにこうね、引っ張ってはくれるんだけども、安全に行くにはやっぱりトゲトゲの方がいいのかなと思います。最終的には俺はね、刃じゃなくってトゲトゲを使ってましたね。はい、ということで今日は釣り装備紹介していきました。やっぱり序盤がね、結構難しいです。難しいっていうか、めんどくさいかな。うん、なかなかレベルも上がらないし、なのでまあとりあえずレベル11までね、頑張っていきましょう、諦めずに。うん、11からは、まあまあまあ楽しくなるし、レベル17からはもう本当にね、いろんなやつが釣れるようになって、面白くなってきます。頑張ってください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。